あ、ちょっと見学していこうかな。失礼します、3年のエミヤですが、見学に。お、エミヤじゃないか。こんな日によく来たね。活動を見学したいんだけど、上がっていいか？休日練習に見学とは珍しい。部員にだって欠席するやつがいるのに。そろそろ教練か？邪魔なら失礼するけど。いて、来る者拒まずは我が部の伝統だしね。上がっていきな、エミヤ。それなら失礼します。こちらにどうぞっと。おう、サンキュー。座布団はなしでいいでしょ。で、休日に顔を出すなんてどういう風の吹き回し？何？自己流関連の精度でも下がったかね？いや、本当に深い意味はない。単にフラッと寄っただけ。おやま、てっきりエミヤも弓を我慢できなくなって年貢の納め時にここへ訪ねてきたのかと思ったのに。それなら手ぶらで来ないよ。一応今でも弓も矢も手入れしているけどな。そう、まあ卒業までに一度はその気になってくれればいいか。あんたとは白黒つけないと寝覚めが悪い。うん、善処したいんだが、こればっかりはな、自分でもどうにもならないというか。エミヤが鈍り切って弓道体操から仕込み直しにならなければいいんだけどさ。と、山崎くん、離れの時に振り込みをしていますよ。はい。弓返りは手首で作るんじゃなくて、こう素の身の動きを自然にすれば帰るから、無理に回さないで。はい、麻藤部長。藤木君は打ち起こしが早すぎるかな。もうちょっと湯気が上がるみたいにって言ってわかります？なるほど、わかりました。大脇さんはもたれが起きてきてる。もっと落ち着いて、後で鏡前で確認するといいです。はい、部長。へえ。まあ三つ釣り。ん？さくらってあんなに毅然としていたか？じゃあエミヤはマトウがどうやってると思った？
わしにかけて、クロゴトは自分で背負い込んじまって孤軍奮闘してるんだけど空回りしているかもって気がしてた。まあ代替わり当初はそんな感じだったよ。マトーには部長の荷は重かったが、これで物になるのかねって最初は不安だったけどね。おせっかいにならないようそれとなく手助けはしてきたけど、ま、私の目は確かだったってこと。マトーも見違えるほどに成長して、今やあの通り弓道部の表看板。次は3年の立ち練です。と、私たちの番だね。そこで私の勇姿をたっぷりと拝んでな、エミヤ。ああ、さくら。休日にわざわざ見学に来ていただきありがとうございます、エミヤ先輩。なさいました先輩。あの、私何かおかしなことを言いましたか？いや、何も。さくらが礼儀正しく挨拶をしたってのに、こっちが心の準備をしてなかった。いや、感心した。さくら、随分と部長が板についてるんだな。そうですか？私がですか？さくらが弓道部の部長っていうからには、あ、ええ、最初の頃は随分と三鶴先輩方に助けていただきました。おかげで少しはしっかりしたでしょうか。先輩にそう言ってもらえるなんて。マトー部長、お願いします。すみません、一年の子たちが。いいって、部長の仕事の方が大事だ。先輩、なんだ？あの、ここではお話がしにくいので、練習が終わったら帰りをご一緒しませんか？もし先輩に残っていただけるのでしたらですが。了解。終わるまで待ってるから、しっかり部長業を務めてくれ。はい、それでは先輩、また後ほど。俺だって藤姉がいなかったら。死ぬほど練習に励んでるか。
元部員のシローまで揃っちゃって、まあ遊びに来たの？藤村先生、こんにちは。お邪魔しています。まあまあゆっくりしたまえ、宮くん。おもてなしのお茶も出なくて恐縮だけど。いえ、大会に向けて励んでいるところに。そんな。おーい、誰かお茶持ってきてくんないかな。単に自分がお茶を飲みたかったのか。遠慮しときます。それより、もしかしてシローったら、家の中にあんなに可愛い子たちを揃えておいて、まだうちの粒揃いの美人さんたちまで拝みに来たのかにゃー。まさか一番のお目当てはこのお姉ちゃん？うんうん、シローがまだこんなだった頃に初めて拝んだ私の剣道着姿が憧れの原風景だから、袴姿の女の子にはドキドキするの？するの？するのね。いやー、逃げてー、一連の女の子たちはみんな逃げてー。藤村先生、藤村先生、ここは神聖な道場です。男女がどうこうという不純なお話は慎んでいただきたいのですが。それに先生は聖職者であることもご自覚ください。元部員とはいえ、見学者のエミヤ先輩にあまり砕けた態度を取られますと、部員たちに示しがつきません。顧問がご迷惑をおかけして申し訳ありません。いつものことだから気にしてないぞ。いえ、部長として先輩にはお詫び。麻藤部長、よろしくお願いします。本当に失礼いたしました。麻藤、ご苦労様。実りのところに行ってやりな。マトもな、よく藤村先生相手にビシビシ言えるよ。それだけでも私より立派な部長だなって。お前は妙に藤姉に一歩を譲るよな。まあやっぱり穂村原の生きた伝説だし、こっちの方では絶対にかなわないと尊敬する腕前だからね。さくらちゃんは私の肝入りの子分だったのに。うわ先生、それが部長になったら反旗を翻してたちまち下克上。お姉ちゃんの言うことを聞かない悲しい子に。2年前にシローの退部でついえた私の第一次弓道部私物化計画、今年こそさくらちゃんで第二次計画の布石は完璧だと思ったのに。
今じゃ私の最大の天敵よ。そんな理由でさくらをしたのか。なので大御所の三つ鶴さんが私の庇護者になってさくらちゃんから守ってほしいなって。そんなこと言われても私も引退が近い身ですし、もう口出しも控えようかと。そうなの、三つ鶴さんが卒業しちゃったら私はさくらちゃんに毎日いじめられるの。その時はほら、うちの実りを残していきますから、盾にでも替え玉にでも煮えにでもお好きなように。ダメよ、三つ鶴くんはとっくにさくらちゃんの人形じゃない。三つ鶴さんは恩師の危機を見過ごす薄情な門弟じゃないよね。ね。ああ、それはまあ。負けるな三つ鶴。エミヤ、この先の弓道部の趨勢はお前が握ってるんだ。そうだ、お前が卒業までに私と代わってくれたら。そんな理由で2年間俺を説得してたのか。いやそれだけじゃないけどね。藤村先生。あう。大会前の大事な時期に顧問がそんなことでは。三つ鶴先輩も神聖な道場で何をされてるんですか。私は何もしてない。それにマト、部長ならちゃんと顧問の手綱を握っておきなさいっていつも言ってるでしょ。それは確かに。待て、それは本当に部長の職務なのか。いつになったらお前の卵の殻は破れるんだ。いい加減ひよっこ気分から抜けろ。はい、申し訳ありません。いいぞ、いけいけ、あやこちゃん。ふざけないでください。それもこれも元はといえば藤村先生がだらしないせいです。ギャボー、さくらちゃん怖い。その調子だ、いつまでも3年に頼るんじゃないよ。助けて三つ鶴さん、死の危機を見過ごすのが三つ鶴さんの武道精神なの、この薄情者。でも弓道の精神性は無我ですから。先生、三つ鶴先輩に振るなんて卑怯です。これは私の手を煩わせないで藤村先生。私を一人にしないで三つ鶴さん。私を自由にさせてくれ麻藤部長。いろいろとお忙しいようなので俺はこれで。あ、はい先輩。では今度こそ、また後ほど。エミヤ、藤村先生も連れ帰ってくれ。シロー、素直だったさくらちゃんを返して。藤村先生。ひょっ。あ、先輩、校門のところで待っててくださいね。麻藤部長、よろしくお願いします。